私も税理士成り立ての時ですね、国税庁のホームページを見たなんですけども、分かんないですね、なかなか分かりづらい。でも意図を理解すると分かるようになってくるんですよ。こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日はですね、自宅を賃貸に転用、減価償却の計算どうするのというテーマでですね、お話ししたいと思います。自宅をですね、賃貸に転用するってこと、まあまああるわけですよ。あった時に、じゃあ減価償却の計算っていうのはどういうふうにやればいいのか。買ってすぐ賃貸すれば割と簡単なんですけれども、もともと持っていたやつを事業用に使った時、これをどうするんですかという話です。で、今日のアジェンダですね、まず自宅使用期間も減価償却するのって話ですね。どの金額を使って計算するんですか、この計算の注意点はどこなんですか、それから、賃貸に転用した場合の減価償却計算の手順、どういう手順でやっていくんですか。で、最後まとめていきたいと思います。で、この計算方法なんですけども、実際に国税庁のホームページにですね、計算例が載ってるんですよ。載ってるんですけども、これ分かりづらいです。私も税理士成り立ての時ですね、国税庁のホームページを見たんですけども、分かんないですね、なかなか分かりづらい。でも意図を理解すると分かるようになってくるんですよ。なので今日の動画を見ていただくとですね、あ、こういうことなんだっていう意図が分かりますので、あ、でそういうふうに計算すればいいのねっていうのが腑に落ちるんじゃないかなというふうに思います。ではですね、よくある質問ということで、ちょっと例を挙げてみました。10年前に建物金額2000万円で建築しましたよと、まあ、新築なんですよね、木造です。で、そこに住んでいましたと。で、転勤になったため、今年の4月から自宅を賃貸に出しましたよ。この場合の減価償却の計算はどうすればいいでしょうかということですね。で、この場合ですね、自宅の使用期間ですね、減価償却するんですかというところからまず、話したいと思います。減価償却というのは事業のように供した場合に経費にしていくわけですよ。事業のように使うから減価償却という計算が成り立つわけですよね。じゃあ事業のように供してなければ減価償却しなくてもいいのかというと、減価償却はしないんですけども、価値は減ってるという認識はしないといけないということなんですよ。しかし自宅ですね、非事業用で使用している期間も価値は減っていますよねと、まあ、当然経費にはならないですよ、経費にはならないですけれども、価値は減ってますよねというように認識しないといけないということなんです。じゃあこの非事業ですね、自宅で使っている期間の減価償却、この価値が減っているという計算はどうやってするんですかというと、ちょっと特殊なんですよ。通常の減価償却とちょっと違うんですね。何が違うかというと、まず旧定額法で計算をしますよということですね。旧定額法っていうのはですね、10% ですね、残存価値が残るというような計算でやっていきます。それから貸与年数も違いますね。貸与年数は法定貸与年数を 1.5 倍した年数で償却してくださいというようなルールになってます。まあ、賃貸はですね、事業用で使うと、まあ、その価値の減り具合は、ね、早いんだけれども、まあ、自宅で使っているというだけですので、まあ、言ってみれば、ね、自分の自宅なので、まあ、大事に使うでしょうというところもあるのかもしれません。1.5 倍の貸与年数で償却をしてくださいよと。それから期間の年数ですね。期間の年数は6ヶ月未満切り捨て、6ヶ月以上切り上げで計算してくださいよということですね。これ事業だとですね、月割りするんですね。その年何ヶ月使ったかで、考えて12分のいくつとかっていう形で月割りしてくるんですけども、この非事業の場合ですね。非事業の場合は月割りはしていかないということですね。もうざっくりともう年数だけでいきますよと。その年数というのが6ヶ月未満切り捨てで6ヶ月以上ですね、切り上げて。計算していきますよというようになっています。で、続いてですね、どの金額を使って減価償却の計算するんですか。転用時の未償却残高ではなく取得価格をもとに計算していくよということになっております。ちょっと分かりづらいので、図解を、してみました。取得価格っていうのは、まあ、建てた金額とか購入した時の金額ですね。そこから自宅使用時の償却額ですね、価値が目減りした分、ここを引いていくと。で、残ったものが転用時時点の未償却残高ということですよね。で、この時にどこの金額で減価償却していくんですかということなんですよ。なんとなくですね、なんとなくここの
転用時点のここをスタートにしてですね、ここをスタートにして昇格していくんじゃないかっていうふうに思われがちなんですけども、これ違います、ね、ここじゃないんですよ。ここを使うんじゃなくて、ここですね、もともとの取得額ですね、もともとの取得額、ここを使いますよ、そこに昇格率のかけていきますよということになるわけです。じゃあこの計算の注意点ですね。転用時の未償却残高から今年のですね、今年の減価償却費を控除した金額、これが年末の未償却残高というようになっていきます。ちょっとこれも図解した方が分かりやすいかなと思います。取得価格ですね、取得価格、購入した時の金額、建築した時の金額から自宅で使用していた期間の減価償却費をまず控除します。でそこからこの取得価格をもとに今年のですね、賃貸した年の償却費を出していくわけですよ。出していって、で最終的に残ったのがここですよ、ね、これが未償却残高ですよね。それはこの自宅分を引いて今年の減価償却費を引いた残りということになっていくわけです。じゃあ実際のですね、計算手順というところで具体例を使ってですね、見ていった方が分かりやすいかなと思いますので、こちら、ですね、計算していきたいと思います。まずですね、1番目として自宅ですね、非事業用の減価償却分を計算していきますよということです。まずは非事業用の耐用年数ですね、法定耐用年数の 1.5 倍をした年数で償却してくださいよということになりますので、まあ、木造であれば法定耐用年数20年です。それを 1.5 倍しますので33年ですね。33年、償却率でいうと 0.031 が償却率になってきますので、33年を使いますよということになります。でそこから計算していくわけです。もともとが2000万に立ててますので、2000万かける旧定額法なので、これ 0.9 というのをかけているんですね。 0.9 かけて、この 0.031 ですね、33年の償却率をかけて、これ10年間ですから、10年間自宅で使っていたということなので、かける10年ということで558万ですね、558万円だということになります。そこから転用時のですね、未償却残高を計算していきますよと。つまり元々が2000万円から自宅でですね、使用していた分の価値の減少分ですね、減価償却費分558万円、これを引いた1442万円が転用時時点の未償却残高ということになってきます。で3番目としてですね、当年ですね、賃貸した年の減価償却分を計算をしていきますよと。この時は22年の償却率ですね、事業用なので22年の償却率を使っていきますよということになります。これ新築で、購入してますので22年ですね。中古だとですね、その時の中古の耐用年数なんですけども、新築で、建ててますので22年で使っていきますよということになります。で定額法の償却率は 0.046 ですね。なので2000万 ×0.046 かける12分の9、月割りするんですね。4月から、使ってますので、4月から12月までは9ヶ月ありますので、12分の9というのをしていきますよと。で69万円ですね。で4番目として当年ですね、賃貸した年の未償却残高の計算になっていきます。まずは、この1442万円転用時時点ですね、転用時時点の未償却残高から、今年度の減価償却ですね、69万円を引いた1373万円、これが最終的なんですね、今年の未償却残高ということになってきますよということになりますね。なので、今言ったこの4工程ですね、4つの順番で計算していくということになります。でこれをですね、実際の申告書にどういうふうに表していくんですか、計算書への記載内容ですね、見ていきたいと思います。これ青色決算書ですね、青色決算書のですね、減価償却の計算の欄です。でここでですね、どういうふうに書いていくかというと、まずここに、取得年月日って書いてありますので、取得年月ですね、建築年の、年月を書いておきます、まあ、転用時じゃないですかね、その実際に取得した年、ね、建築した年ですね、年の年月を書いていきます。それから丸いですね、取得価格ですね、取得価格はこれ2000万円ですね、建築時の価格、取得価格を書いていきます。で償却率は22年、新築で購入してますので22年の償却率 0.046 を、ここですかね、他のところに書いていきます。で償却期間ですね、償却期間は4月から12月までの9ヶ月分なので12分の9というのを書いていきます。でそれで計算すると丸方ですね、本年分の普通償却額は69万円ということになります。
で割増償却なければゼロですよね。で本年分の償却金額も69万円になるということですよね。で貸付割合、まあ、100% で、貸していれば 100% かけるので、丸利のところもですね、69万円だなというところになります。で最終的な未償却残高ですね、丸無のところ、ここが1373万円になりますよということになるわけです。なので通常と違うのはですね、これ無の部分ですかね、無の部分が通常と違いますよと、ここに書くのはですね、自宅部分ですね、自宅部分で使った減価償却費分、これをさっぴいて今年の分をさっぴいたところがですね、未償却残高になるよということになるわけです、まあ、ということでですね、この自宅を賃貸にした場合の減価償却の計算、複雑ですよね。ものすごい複雑なんですよ。ただしっかり意味をですね、理解すればわかるかなと思いますので、結構ですね、こういうパターン自宅を賃貸するよと結構あると思います。なのでこれをですね、参考にしてですね、減価償却計算してもらえるといいかなというふうに思います。では今日は以上になります。ありがとうございました。